はい、ようこそ私の宝物の部屋へということでね、速稼塾の久保でございます。私ね、実はね、古本転売とか、DVD 転売ってものね、やろうかなと思ってるんですよ。なんでやろうかなと思ってるってことは、今リアルタイムでやってるわけじゃなくて、今はね、長期で仕入れをしてるんですよ。ちょっと見ていただきたいのが、例えばね、この宇宙戦艦ヤマトの単行本あります。で、これは角田二郎さんの名義の本っていう本ね。知らない方もね、たくさんいらっしゃると思いますけど、こういうのとかね。で、あとはですね、DVD とか本、そうですね。まあ、麻雀漫画になりますけども、ほおずきとかね、こういうの。多分知らないと思いますよね。幻にかけろためね。他にもですね、これは貴重ですよ。宇宙戦士バルディオスというアニメの、なんとね、映画のドラマを収録したカセットテープですね。ジャッキー・チェーンのカセットテープ。ジャッキー・チェーンなんですね。ジャッキー・チェーン本人が歌ってるやつです。映画の曲とか歌ってますね。まあ、まだまだあるんですけども、これをね、これをなんで転売の値段になるかっていうと、今お見せした商品全部ね、入手が不可能なんですよ。入手困難ではなくて不可能なんですよ。おそらくこの日本にも数点しかないものだと思います。ただ今はまだ販売はしません。最も価値が高くなった時に販売しようかと思うんですよ。そうですね、まあこの辺にもアニメのCD とかが結構あるんですけどもね。これはね、まあ、ジェットマンっていうね、戦隊ものの CD ですね。すごいですよ。青木流星レイズナーの、サウンドトラック。これアニメすら知ってる人いないんじゃないかと思いますけども、これが完全無傷の状態で私の手元にある。これはですね、これはどうかな、声優さんでですね、水谷優子さんの CD がありますね。これちょっとね、51歳ぐらいでお亡くなりになっちゃった、つい最近お亡くなりになっちゃったんですけども、すごく CD たくさん出してらっしゃって、で、アニメのですね、主役というよりも、準主役みたいなことをやってるんですよ。例えば、ちびまる子ちゃんのお姉ちゃん役とかね、やってましたね。で、NHK の、不思議の海のナディアのマリー役とかね。結構いい役をね、かなりやってるんですよ。歌も上手という ね。こういうのすべてですね、将来人気が出るものなんですよ。まだまだいっぱいありますよ。こういうふうな中古 CD とか中古書店、中古書物だけで私はね、一つの部屋を作ってるんですよ。そのぐらいなんですよね。まあ、今日何が言いたいのかというと、同じものでも時間によって価値は変化するってことなんですよ。で、そのためにビットコインみたいなもんですよね。ビットコインっていうのも最初は二束三文だったんですけども、希少価値とかね、これからの期待度に関してどん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 価値が上がっていきますよね。で、目立たないもんでもそういうもんって結構あるんですよ。こういうふうなね、人が忘れてしまったものとか、大切に持っていると価値を生むんですよ。じゃあこの仕入れ先はどこなのかっていうと、その仕入れ先はね、ちょっと教えられないんですけども、ただね、まあ教えてもいいですよ。これね、近所なんですよ。近所、回覧板が回ってくるじゃないですか。で、まあ、訃報のね、お知らせが結構あります。私の住んでる田舎町じゃ。で、一人暮らしの方、二人暮らしの方、お亡くなりになったりとか、ご家族でお住まいの方でも、誰かがお亡くなりになると、遺品の整理っていうのが始まるんですよね。で、まあ、フリーマーケットとかもありますんで、そういうところで、いろんなものがね、まあ、投げ売りというか、ゴミに出すよりも、フリーマーケットで持ってってもらった方が、ということで、出されてるんですよね。まあ、そこを一点に私は引き受けてですね、こうやって、ストックしてるんですけども、やっぱりね、価値の高いものは埋もれてますよ。で、今は価値がなくても10年後に価値が出るものとかね、結構あります。だから場所さえあればこういうことができるんで、もう私はね、こういった本とか DVD って場所取らないんで、一つの部屋がね、あれば、もうかなりですね、在庫金額で言っても将来的には1000万ぐらいの在庫がこの中に埋もれるんじゃないかなと思いますよね。まあそういう形で、私の活動はですね、まだまだ続いておりますし、たった一人でもこうやって
稼げてると。私、塾販売とか結構高額でやってるっていうふうに思われてるんでしょうけども、塾の販売とか私のコンサルの販売なんての全体の売り上げの1割にも満たないんですよね、実は。うん、だから、塾生さんからいただくお金が私の生活を支えてるわけではなくて、塾生さんからいただく費用は全部塾生さんに使ってますんでね。そういう意味では、私はやっぱり未だにプレイヤーをやってるってことなんですよね。で、これからも私はプレイヤーをずっとやれると思います。うん、やっぱりね、お客さんとの取引っていうのが面白いんですよね。こうやって自分の持っていたものが本当に見込んだだけの価値を生んで、世の中の誰かの役に立っているということがね、うん、でも楽しいんだろうなと思います。まあ、寂しがり屋ですからね。はい。で、まあ今日はこんなメッセージです。なんかグダグダというか取り留めもないことでしたけどもね、今日テーマもなくお届けしました。それでは、今日はね、広島市内の方に久々に出かけていって、ちょっとセミナーの方にね、顔を出そうかと思います。では、よろしくお願いします。ちょっと暑くなってきましたね。私も汗が出てきて、手がってきましたね。はい、失礼します。